オッソーラ勇者。今回はファミコンのロックマン5ブルースの罠をやっていこう。この5はロックマン史上一番簡単なんじゃないかってなってるんだけど、それはフルチャージショットのスーパーロックバスターがもう尋常じゃないぐらいむっちゃんこ強いからなんだお。まあ基本的にはフルチャージショットはフィニッシュ以外封印だから、どうなることか。まあいいや、とりあえずやっていこう。さてと、AD2000XX ね。こいつは。謎のロボット軍団による破壊活動。忍び寄る影。ブルース。サングラスかけてるから絶対悪いやつだと思ってたお。ブルース、サングラスかけてるから。これだからサングラスかけてるやつは、やっぱサングラスかけてるやつには悪いやつしか。亀仙人。亀仙人は悪いやつじゃないんだわ。というわけで行こう。ロックマン5ブルースの罠。さてと、誰からチューンチューンしたいのかな。今回はあれか、ロックマンメガミックスでいうところの持久戦隊アルバイターが敵か。こいつら悪いやつじゃないんだ。そうだな。じゃあ星マンでいくわ。よし、チャージショットを封印したロックマン5がどれだけ難易度が上がるのかやってみよう。流星群。誰だ、ドラゴンポケモン使ってるやつ。こっちか。ロックマンエグゼのやつ、ロックマンエグゼのやつ。ロックマイグゼのやつ、ロックマイグゼのやつ、ロックマイグゼのやつ。お、ロックマイグゼの、生首。ロックマイグゼの生首ではないよ。よし、オッケー。よし。なんだあれ。宇宙ネットール。怖い。怖い。オッケー。よし。痛くないよ。痛いよ。よし。調子が悪いぞ。振り向きショットが。よし。オッケー。縄首。いいね。いいね。いい生首。なんて危ないところで。なんかのシューティングゲームの。いや、待て待て、これアクスレイにいたお。最終ステージのところのやつかな。いっぱいあるけど、いっぱいあるけど。まったく、こんな宿敵配置してラスボスのステージかを。なんだこいつは。なんか降ってきた。
投石マンは。よし。ああ。意味がよし。何なんだ覚えたのって。よし。よし。オッケー。なんだこのステージ短っ。こんなとこでティエンティエンする余裕が全くなかったわね。星マン。ちょっと、星マン。あ、まったく、星マンは、ミーミー言っときゃいいんだわ。ミー。あ、ダメージを与える時間が少ない。ミー。あ、しまっ。あ、よし。中でよかった、ね、よし、しまっ、アップ、うお、斜め上あっとーが、おお、あれ攻撃範囲狭い、あれあ、しまっ、あっ、見えてる範囲より攻撃が範囲が狭いな。弾幕シューティングみたいなもんかな。あれも結構当たる範囲は狭いんだ。お、あ、遠いな。あ、う、お、あ、いや、あれ、びっくりするほど攻撃範囲が狭いよ。あ、近いな。近いま。あ、よし。アーマン、ロックマンエグゼットだとなかなか可愛らしい感じになってたスタン。さてフィニッシュはフルチャージショットでいくよ。フルチャージ、オッケー。楽勝なステージだったわ。確か一回もティンティンしなかったかな。あ、宇宙だからめっちゃ頭打ったわ。あるんじゃ。ユーゴット、スター、クラッシュ、アンド、スーパー、アーム、ん？なんだっけ？まあいいや、というわけで、チャオ、2色のパスワード。